こんにちは大統領は、1999年5月23日から2012年1月29日まで、ベネズエラで放送されていたテレビ番組、ウゴチャベス大統領毎週日曜日午前11時から6時間、もの長時間にわたり性放送で放映された。放送回数は378回に達したが、ネタ切れを起こすこともなく毎週欠かさず放送された。 ベネズエラ大統領である後、チャベス自身が司会を務めた。内容は、チャベス大統領の政策を国民に広く知らせる、広報、宣伝番組である。例として、チャベスの21世紀の社会主義という心情に基づき、粗末なバラックに住んでいた貧困にあえぐ国民に、ポリエンカビニール製の住宅を、格安で提供、歓喜のあまり涙する国民と抱き合う大統領の、 姿などが放送されている。他にも番組上で重要な国家プロジェクト推進の文書にサインするなど、ベネズエラ国内では重要な番組となっている。こんにちは大統領など、チャベス大統領自身の番組や、チャベス大統領の意にかなう放送局、テレビ番組は問題なく放映できたが、反チャベスの報道は事実上不可能になっていたのが、チャベス時代のベネズエラであった。 チャベスに批判的であった放送局 RCTV は放送免許更新不許可、その後も衛星で放送は続けていたが、最終的には放送局自体が閉鎖に追い込まれたとなり、またチャベス批判を行っていたラジオ局は閉鎖に追い込まれるなどしている。2010年6月には高まる報道感性の中でチャベス批判を行っていた唯一のテレビ局、 グロボビシオンの社種が海外へ事実上亡命した。これにより、ベネズエラのメディアからチャベス批判は完全に抹消される結果となった。こうしたチャベスの独裁的、強権的な手法には懸念、批判の声も上がっていたが、貧困層を中心にチャベスに対する支持は、2013年にチャベスが現職のまま亡くなるまで根強かった。ありがとうございます。